ジャスティスはフランスのエレクトロニックミュージックデュオ、ギャスパール・オジェとグザビエドゥロズネからなる二人組。ダフトパンクの元マネージャーである、ペドロ・ウィンターが代表を務めるエド・バンガー・レコーズの中で最も成功しているグループである。2007年リリースのデビューアルバムはグラミー賞のベストエレクトロニックダンスアルバム部門にノミネートされるなど世界的な評価。 成功を収めた。ヒットシングル、ダンシー・は、マイケル・ジャクソンへのトリビュート曲であり、ロンドンの少年生家隊の歌声をフューチュアしている。また、2008年秋冬には、ドコモ携帯ネクンマイナス・レイ型の CM2 シングル、デビーノがタイアップ曲として使用されている。他方で、フランツ・フェルディナンド、ファット・ボーイ・スリム、ブリトニー・スピアーズ、NERD、 ミステリージェッツなどリミックスを手掛ける、気営リミキサーとしても活躍。2007年、フジロックフェスティバルに出演。2008年、サマーソニックに出演。2012年1月には、単独公演を行った。2019年、ウーマンワールドワイドで、第61回グラミー賞、最優秀、ダンス、エレクトロニックアルバムを受賞した。ありがとうございます。